みんなやってるか。これが武の作品で私は拍手したい収穫でしたね。面白いのね。どう面白いか。武はいっぱい演出する夢持ってますね。で、脚本も自分でやりますね。オリジナル脚本。だから武は頭の中でいっぱいアイデアがあるんですね。それがこの映画でバーッと吐き出てるんですね。あのことこのことあのことこのことがみんなスケッチのように出てくるんですね。うまい。そのアイデアがうまいですね。そういうタイトルはみんなやってるか。非常にエロティックいのか生意気いのか妙な妙な竹スタイルになってるんですね。けれども中身はうまい立派なもの。そう言って私はこれ見て手を叩いたの。どう手を叩いたか言いますとね、昔々サイレントの頃に、サイレント時代に連続活躍、それと一緒にニコニコ大会とかあったんですね。ニコニコ大会、それはね、もう短編のお笑いの2冠ものがずっと並ぶような映画が正月になったんですね。それが出てくるんですね、この映画の中で。もうおかしい場面、おかしいもの、おかしいことがずっと順番に流れてくるんですね。この映画を見てると、女の人に夢中になってる男のアイデア、頭の中のアイデアがどん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 画面に出てくるんですね。もしも飛行機の中でスチュワーデスが裸になってくれたらどんなにだろうかとか、いろいろ出てくるんですね。それが面白くて面白くてしょうがない。けれども昔の活動写真にはロイドでもチャップリンでもそれからキートンでもそういう場面があるんですね。もしもの時にことにロイドなんかそれがあるんですね。それがこの人の場合はエロティックで出てきたんですね。そのエロティックが非常におかしくていやらしくないんですね。それで「みんなやってるか」いう題名も怖い題名、嫌な題名、それが笑いで吹き飛ぶような演出方法、そういう形で脚本がなってるところがやっぱり天才ですね。たけしがどんな人間か、人間かと大げさだけど、どんな演出かいうことがね、見事に分かって、本当にこれはたけしの頭脳、それの計算映画みたいなもんですね。それがこの人の場合はエロティックで出てきたんですね。そのエロティックが非常におかしくていやらしくないんですね。それで「みんなやってるか」いう題名も怖い題名、嫌な題名、それが笑いで吹き飛ぶような演出方法、そういう形で脚本がなってるところがやっぱり天才ですね。吐き出てるんですね。あのことこのことあのことこのことがみんなスケッチのように出てくるんですね。うまい。そのアイデアがうまいですね。そういうタイトルは「みんなやってるか」。非常にエロティックいのか生意気いのか妙な妙な竹スタイルになってるんですね。けれども中身はうまい立派なもの。そう言って私はこれ見て手を叩いたの。どう手を叩いたか言いますとね、昔々サイレンみんなやってるか。これが武の作品で私は拍手したい収穫でしたね。面白いのね。どう面白いか。武はいっぱい演出する夢持ってますね。で、脚本も自分でやりますね。オリジナル脚本。だから武は頭の中でいっぱいアイデアがあるんですね。それがこの映画でバーッとの頃に、サイレント時代に連続活躍、それと一緒にニコニコ大会とかあったんですね。ニコニコ大会、それはね、もう短編のお笑いの2冠ものがずっと並ぶような映画が正月になったんですね。それが出てくるんですね、この映画の中で。もうおかしい場面、おかしいもの、おかしいことがずっと順番に流れてくるんですね。この映画を見てると、女の人に夢中になってる男のアイデア、頭の中のアイデアがどん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 画面に出てくるんですね。もしも飛行機の中でスチュワーデスが裸になってくれたらどんなにだろうかとか、いろいろ出てくるんですね。それが面白くて面白くてしょうがない。けれども昔の活動写真にはロイドでもチャップリンでもそれからキートンでもそういう場面があるんですね。もしもの時にことにロイドなんかそれがあるんですね。